えっとそのあ声が <laughs> ごめんなさいねあのねまずそのうんシンタルダっていう人がね当時の言葉で,で当時の最先端の内容言,言い合ったんですよみんな驚いたんですよねでそのまた当時皆さんは関心あったことについてズバズバ的確に 法則をおっしゃっただからどう生きろっていうのはおっしゃらなかった僕ならこうするけどねっていうのおっしゃったじゃあ私たちもそれに合わ,合わせてもいいですかっていう人たちがいや自分で考えたまえって知ったあだついてこようとした人たちに言ったでももう長年染みついた教育が原因ですの固定観念が抜けないんですよねってインドの人たちは知っただに。 まあペルシャのペルシャ系の人たちもいた、パキスタンとかね今のねアフガニスタンとかあの辺の人たちもペシャワールと呼ばれたガンダールとかねあの辺の人たちがもいたし南インドの人たちもいたわけで、で、あそっかじゃあまあ実例実演になるけどあくまで実演やからな実例っていうかその自分らで編み出してよとこれが阿弥陀如来に関係あるんですけどあれ荒くねね まあ僕の場合でよかったらそばで見て研究したらってこんなふうに自分の哲学は実現するんだよってただ法則はね共通やでってだから法則から自分自身の哲学を逆算換算してでそのご自分自身の哲学を実践したまえっておっしゃったんか知ったんだよねお釈迦さんやねまあこの情報はババババーっとも世界中に広まったわけそうなんですよ インドだけの政治者じゃないからインドだけの知識でもなかった現にうち日本人やんか世界中に広まった東にも広まれば西にも広まったの、ね、さて結局ねそのイエス・キリストが来た時にどっから来たってあの人未来人やってたいああこの時代の人 この時代の失敗者を実はタイムマシンもそろそろ発明されてるけどそれで送り込んどってみんな知ってるの実はこの話で現代はめっちゃ国境が厳しいでしょ当時はそんなことない何なだかと君主制の国ばっかりやったからそれね都市国家同士はいがみ合ってたある都市国家の重要人物は別の都市国家では暗殺されてたでしょうよでもねそんなごく一握りほとんどの人は国境なんかないから 中国の国っていうのも都市国家のことやね国っていう感じはね。で、しかも有力者は危ない。ね、別の<ん>勢力のところでは危ない。戦力持っていかないと危なかったり、あれ逆に戦力を連れていってもっと危ない。戦争やからね。でしょ庶民関係なかった。君主たちは、ああ、庶民集まれとここへ、なかなかの,あの国やし、なかなかの都があるだろうと、ね。首都があるだろうと。で、いろんな港があって。で、鉱山もある。 耕してくれよっていって、いいぱ誰もまだ耕してない土地があるってさあ税収税金を納めたまえって素晴らしいだろきたまえきたまえってどの国の人関係ないってなぜならこの国は私が納めてるからだっていうノリのばっかりの国でしょ君主制なんてじゃあ国境なんかないねん一生懸命最近の作家がねファンタジー小説で国境バリバリのなんか <laughs> 今日バリバリのんかねお話を書いてなんかやったり軍用か今日もええけど日本の戦国時代もねその移動できへん人なんかもう殿さんだけやねん実はあと行ったり来たりしてるしまあ殿さんでもねその上杉謙信なんていう人はねあっちゃほちゃにおってんからおったてひゅーって行けてようて来ましたでうてんでかってそれできるあの職種やってあ職職会があって関東関連っていうね その業務があったから、戦国時代であっても上杉謙信はどこでも行けて、実はな。まあ、関西にはちょっと無理があっただけで。でしょで、この辺は来れてん、まあ、京都も行きあってん、京都から西はちょっと上杉謙信は関東、関連から行かれへんかったな、殿様でも、殿様はそんなに厳しい、そういう厳しさがあったけど、殿様以外は自由に行ったり来たり、庶民もっと会って行ったり来たり、だって殿様、いろん,んな領地の殿さんが呼ぶもん。 で現代は民族国家とか国民、市民、国民国家でしょ。で市民って言ったりするで。それは都市国家間の緊張状態、個体ギリシャみたいな。それを国で表現してしまったんだ、ね、現代。その現代から過去にタイムマシンに送ってみんや。あ中東イスラエルにはインドの知ったるだの話なんか伝わってるわけないなと、送り込んだイエス・キリストは思った。<laughs> いつもこの時代から送り込んだ、ね、失敗、失敗メッシアをね、まあ、いわゆるそういう名前で、処刑じゃなくてね。 だから、生贄処刑はもうあの時代で十分だから。現代はタイムマシンがあるから、失敗メシシは送り込んでた。偽メシアのことね。だからたくさんいたんですよ、イエス・キリストは当時。全部現代から送り込んでた人と、そうじゃないタイプの人もいたけど、あの時代イエス・キリストが現れるっていうのはすごい話題だったし、ブームだったからね。で、現代から送り込んだ人たちはことごとく、現代の民族、国民国家まあ民、民族国家、 どう言ったいいのね現在の国家だと国境の移動なんかそんなに安くないやんかそれと勘違いして当時イスラエルで仏教的な話しちゃってねえであれ聞いたことあるであれ前言ってただよおじいちゃんがってんでだってえー、それインドの教えでしょってもちろんねあの三賢者もね来れるわけやんか、ね、賢者なんかもう値段高いけど賢者はじゃ やっぱうわうわってねこっそり聞いてん賢者の値段が高いからね賢者以外と君主以外は楽勝で行ったり来たりねでえっってだってだって別の国やんかって国 <laughs> 国の概念がなかったえだって多分バビロニアとかペルシャとか,とかは <laughs> そんなの知らんかったの当時の人実は。 じゃあここはな何アイスラエルはでって <laughs> じゃあ分かってるやんかて <laughs> 自分ちの国の名前ぐらい知っとったのさすがにそんな時代ですねなんだかって国の名前知ってても全然役に立たへん時代やって <laughs> 自分ちの国の名前以外は知っててもあんまり役に立たへん時代やったの分からんかな <laughs> ほんでじゃあその知ったんみたいなその偉い人は 来れないでしょって。あ、来てないけど。私誰とか言ってたこと伝わってるやんこっちにって。第一、アブラームとかアブドラとかそのダビデとかドラビダとかって <laughs> へ。え、え、え、誰だ。みんな知ってんの,あの話って。じ <laughs> ゃ、分かった。もう神主やめだってイエスキルタイエスキルサイったこれから君主になる。なぜなら父がお前は地上の王だって言ったから。 みんなに言ってんね一応オーディンがなタイムマシンで過去に怒られたその偽シアをな全部お前たち地上の親からなって悪いってろないけずやなで父が言ってたって僕は官主やめるって僕は君主だってその君たちの王様だって言ったはあって言ってお前官主と君主を兼任しようとしたのかいやって言っえって言ってそけやそけやそうや 官主主、とその君主兼任したら分かん,ねんえ <laughs> じゃあ貫主と君主兼任してるタイプの人っつったら日本では天皇がいんやけどヨーロッパやったらローマ教皇。<laughs> じゃあ夫ー家はそんなに巧みに避けとってん <laughs> お辻のな有力な文系ルクセンブルクの夫ー家はな。で神聖ローマ皇帝に着いた時も速攻でやめてんねん。 1>, 1代か2代か 3,、まあ、3代目ぐらいもやめてこんなんやめますって君らがフランク王国の後始末してくれっていうか仕方なく僕が出てきただけだって先祖はオドアケルオドアケルの副将副官がねフラン・ポカールフランク・ガールフランクじゃなくてフランク・ガールやったそれがカール・フランク,それカールフランクに名前がねコロコロ変わっていったけどまあオンやねいわゆる、ね、音の変化にすぎない、ね、ああそうかオドアケルの副将は 要するにフランクカールやってんのと。だから、後始末してくれて、あれ、ローマ帝国でもないし、ゲルマン王国でもないし、なんやねん、あの変なものあって、みんな困っとって、むちゃくちゃになっとって、なんか思いつきばっかりで、フランク帝国と言われた、えシャルルマーニュのフランク王国ね、今は大変な、フランス。な。その後始末を、オドアケルの松裔のオッ夫がやった。な。もうすぐやめるで、言うて。大ジがこんなことやったらあかんし、言うて。オドアケルな、おジの本来の。 名前もウォードとか言うね地球のうまあ、ことやけどな。まあだからアロディアとかもな。オーラディアとかな。そうやねんね。アラディアって知ってるやろなまあ女神アラのことやアロディアってな。うちのことやで。マトリオーショカヌシや。で、マトリオーショカヌシのことをメシアって呼ぶからおかしくなるのゃ。まあメシアのことやけどな。最近開業できてへんけどな。 だからその言葉が独創っていうか、暴走乱用やな。だから、じゃあ、うち、メシアって、英語で言ったらメッセンジャーでしょ伝令やか日本で言うたらな。その伝令が王になるっていうのが、だから、大官、大官が王になる。まあ、それはトールキンっていう人が指輪物語で,で書いた話とよく似ている。ね、ゴンドールの失声、ね。それあるいは、日本の富野先生が作った機動戦士ガンダムもね。あれもそうです。 ジオン公国、ね、シオンンシ天皇家やけどあれ大観やしって先住民の物の部の富の先生は最初から知ってあるやん,ん富がつくはまあ栄一の系の漢主やってるなさってるし、まあ、この辺やったら古やんな古系か富系かってな有名な物の部の話知らんやろみんな <laughs> 古代史には常識の話やんかそんなうちが尊敬した森光一先生はなそ,んそっちじゃなくて どうしたのなあののあ考古学の先生やのじゃ日本の教科書にされてたような神話古事記日本書記に全く関係ない遺跡がザック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 やった。うちら先住民は縄文遺跡数万年前のなうちが言ってる話と一致するような話が実はな。でしょ長野もそうやねんで。<laughs> 誰か見たらろうけどな, <laughs> な。長野は大事やろあ素札とかな。 そのことしらぬしとかの話と、あと、竹見中田の話もな、非常に錯綜しててな、何が真実かっちゅうな、まあ、その神社に聞いても、とぼけはんで、だって大和民族に迫害されたら嫌やもん、な、ユダヤ人に迫害されたら嫌やもん、うちらやるスはな。だってもうついてきよんでもどこまでもあいつら、日本列島にもついてきよって、な、縄文文明を輸出したんやんか。自分たちで言ってん、うちらが、先祖が。それがフリーメイソンやんか。フリークオーティン、藤原お 職人旅団やんか、ふるマスラオやんか、ふるまあふるは振ってくるもあるけど、星は過去やから光はね、まあでもふるってすべて、まあすべて全部過去やからすべては、ね、過去以外はふるじゃないからね、すべてじゃないから、すべてがここまでなる過去は終わったところまでがふるなんだよと、で降ってくる光は過去、星の光はね、ねでふるマスラオっていうのは、すべてに対して 新たなもののを増やす人発明家のことや、ね、で相撲でもね新しい技を開発した歴史とそのマスラ王にかなーって千秋楽で呼ばれてたその大関とか関脇とかの一種だってマスラ王ってそれをしなりなさったマスラ王関はね内うちの登場とともに速攻で引退なさったでしょもうマスラ田王使われへんはずやで、ね、んだかっ知ってはったもんじゃあんで名乗ってたんて 悪いやつめちゃうてヒントやねん。大辻君にヒント残しとかなあかんからあて。えとか言って、それ名乗ったらあかん名前ですやんて。ゃあないってヒントやって。えっと、ワルキューレの、なんバルガルドじゃなくて、わざとらしくバルハラ言ってるやろ足腹水腹ハ。足腹、水腹、バルハラ。な足腹、水腹、バルハラって、女の人、お腹残のこってん,やん,ん。ん足が刺さってる。で、水、用水のことな。 わるはら。な出産やん。やるい,いかなその、大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 半のことやんのま、言うた要するに、まあ、うんぬんの話やん。<laughs> うち、最近そんなしてへんからな。<laughs> で、えー、っと、ドイツのほうはじゃアスガルド、ミドガルド、バルガルドやん。ドイツはガルドやん。鳥でやから。日本から見て鳥でやから。一番向こうの鳥でやっただん。だけど、白々しく、ワルハラって言うた最後まで。ね。アスガルド、ミドガルド、ミドガルド、バルハラ。 だから、君もマスラを名乗りたまえしばらくて、お辻君が目探したらすぐ、あの、やめてね、その名前ってことやってん、そのん読売とかも知ってるはずよね読売、だから笹川読売の差し金かもしれんし、うちがお世話になってる門真の,あの自民党の市会議員の、市会議長なさった中道先生と大阪の相撲協会の重鎮やしな。さてさて、本院で、えっと、結局その縄文時代に、 何かって何かとそのほとんど、ね、それまではねカルデアにね <laughs> 送り出したトギトギ原加藤っていうのはまあカルデア天皇家の OB のこと加藤っていうねなんたら藤って水産全部天皇家 OB なんだけど藤原って天皇って意味はねもともとなんで結局その、えー、と中富とかもな実は、うん、もうこの辺でも中富って言うけど中住とも言うけどなカルデアのことも中富って言うねん 実は中っていうねペルシャはまたちょっと違うただそのペルシアからあとから来た人はタイランまあタイランとそのヒラね平家ペイねペルケパルケペルケ平家でパルケペルケペルシャ王家実はまあ平家数学得意やで実際タイランの清盛はちゃんと設計図書けたからだから投領って言われて一本 清和源氏の方は大和民族はの方の源氏は時源氏はあの大和民族ちゃうで清和源氏は設計図書かれんかったで鶴岡八幡宮の設計図中のその源の三朝が書いた時に宮田役たちが爆笑してん<笑>どんなん書いたの多分うちが書いても爆笑されたと思 <laughs> い,いの書いてやろなここ「秘密のヒー,リーって言って。<laughs> これ和歌ですかって <laughs> 大工に、大工の監督に言われたんじゃ。もののめに言われたんじゃ。これ和歌でっかって。で、あ若、和歌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 宮、和歌宮八番、和歌でっか和歌 <laughs> やで <laughs>、ね、俺、和歌味やからって <laughs>。え、そうか、短歌でっかって <laughs>。 切ったようなことになったらあかんから、この辺と。て、シャレがな当時あってん、鎌倉にな、ね。ほんで、まあ、それはそれとして、その縄文文明をね、現地で生産したわけ、土器はね、あ、この土使おうってね。で、うちら、エルメスって言われた。それはまあ、うちらの料理のこと、すめるって言われた。なんだかん酸っぱいから、<laughs> 匂いも、味も。で、逆さまからなんだ、ヘルメスだけどね。だから、鍋料理やから、基本、縄文土器は。 あ運ばれへんからな。せいぜい運んでも朝鮮半島かあのー、北京周辺ぐらいまでやで。縄文時に運ぶメリットはあっても貿易品として運ぶメリットがなかったなんでかって当時の船はな縄文時なんか運ぶのはちょっと無理があったし貿易の貿易品として土器を運ぶなんていうのは無理なんか。誰でもわかるやん。そんな当時の人もでも当たり前で。 で、そのフリ、えーと、えー、とフリメーションで、えっ、ー、と、フリーーディン、職人旅団は、リとして、その前にカルディアとかは、オーディンの幻の長男、カジな、送り込んどって、カジって長男って意味や。お船のカジもそうやけど、船の。船頭の持ってるカジもそうやけど、カジパーンカーンは。あるいはあの、メシアにおけるそのカジもそうやしな。なんちゅうんか、その、火を焚くこと、カジね。で 家具との方はその違うやんか家具の方ね、建築建設の方の家具と家事はその鉄とかのその辺のね話やんかその二つが柱やんか当時の方は当たり前やけどなさあそこに加わったものが土器やってどっちが先かって言ったらそれは家事の方が先やで家事と家具の方が先やででもそこに土器が加わったっけね瓦家が加わった まだその、ヨーロッパでいう、あのね、テラコッタな、植木鉢に使うやつ。あれが土器やん。レンガはちょっと違う。作り方の話なそんなん知りたかったら、うちよりも立ち見に来て、先生方に聞いてください。ね。鎌本の先生方に聞いてください。紹介してもらえる店もあるでしょうしね。あの、仲買いでもね、卸でも行って。そんなの聞きたいけど、先生おらんかって聞きてさってあ、その観光センター、駅前のね、でもいいでしょうけど、 もうお店の人に聞いたらいいから、支配人に聞いたらいいから、中谷社長に聞いたらいいから、直ああしてほしいって、釜本に直してほしいって言うたらあ、直あしてくれるから絶対に。あかんかったら、あの、交渉の仕方がある。そらうよ、そんなの気難しないな、釜本はな。中谷、ああ、この人大丈夫かなって見てるやん。でしょそんな常識やからな。今でも常識や。職人の世界、しっ、たじみやな。で、結局その、 カジの時代はね、カルディアに日本からカルディア繋がってた時代はもう皆さん知らないぐらいもう考えられないぐらい古い、7万年前ぐらいけどな。その前に文明あって、で、その前の文明が崩壊したのをカルディアが一人必死に支えとって、その前にあったんがいわゆるアトランティスムーとかの話やねで、大ウイグル帝国っていうのはあって、本当に。もう大陸関係の話、トンデドボンボンに出てくるけどな。あれは、あの、要するに、オーパーツ。 を使ったといえそのカルディアが生産できたものよりも家事家具なそれを使って世界制覇しようとして、まあ、カルディアにおんぶリ抱っこしてもらってたわけやけどでも世界覇権を取ろうとした大ウイグル帝国、まあ、ウイグルっていうのがあってそのウイグルの名跡をイスラム教徒が抑えてんそんなのやられたらたまるかってイスラム教徒フリーメイソン職がめっちゃ強くて金融イルミいってめっちゃ嫌うやろなところが習近平は ウイグルの名跡返せって言ってんのそうだね。あいつらがそんなカルディアに本部に抱っこして、楽勝の帝国作ろうとして、みんな弱ってる時に、昔のモンゴル帝国みたいなしんどい、モンゴルにとってもしんどい帝国じゃなくてな。大ウイルグル帝国っていうのはカルディアの力を借りて、好き勝手した悪い帝国やってんで、それもう一回やりたいっていうのはモンゴル帝国やったけど、しんどい思いはモンゴルもした。まだやりたがってるし、金平は。 時代錯誤だしね。<laughs> 時代錯誤だし。点。ね。だから、いい加減、ん、目覚まさな、かなかしかもうちのマトローしかカんか何時になんかいろん,ん,んな軍用閣僚とかやっとんねんな。そこに戻ったらみんなちょっとその <laughs>、我に帰れよ、思ったな。いろんななんかかっこいい、中二病みたいな。 名前名乗んのもええけど天皇も中二病の1二秒の1し、なんか焼酎みたいな名前の天皇こんな言葉自体がな。でしょ魔王と一緒やん、天皇なんか。どうちゃうの、ノリとして。天皇って、ほんで、どういう意味なのどこに住んでんの地上な。で、何を映してるかがみなの、その、スメラの方は、その、スメール人の女って見えね。うちのことやね実はスメラって。臭い女、その漬物女。 エルメソンなとこってん。エルメスメルやんか。なうちのこってんか。な上から読んでもエルメスメル。下から読んでもエルメスメル。な右から読んでもエルメスメル。えわれがった。<laughs> 左から読んでもエルメスメル。えわれがった。あ横にしたら言われへんねや。へへええ。<laughs> うん、いいな。<laughs> 男の人はうんかい,いな。うかい,いな。女の人はえええ。エーエー ルメス、まあそれいいとして、意味しな、いミシ、エ <laughs> それいいとして、二勝とかな、<laughs> 二勝<少>流な <laughs>、藤原ワ好きやなこのギャグ、二勝流、二勝ってっ <laughs> お祝いしなあかんな <laughs>、言ってな、何それ言ってな <laughs>、口紅塗ってまん丸く もうユンちゃんとかな、伊藤忠よね。だから、いいかこの話を言っえっと、笑ってる場合ちゃうね実はな、オーパーツの習字画面やってんけど、ただ、藤原大辻職人の団は2万年前に出発。それは何かって、縄文土器の現地生産やって。さあ、行くぞと、日本列島からたくさん、まあ、男中心にね、女の多少はいた。現地に移住するぞと。まあ、日本列島はアトランティスが舞う大このプラズマ照射で、 蒸発させた後と、一瞬でして、トランプまた再生しようとね、プラズマ兵器。ゲットしたから大いばやりやって、この前な。誰に作らせたか、どこに作らせたか、パナソニック。うちの近所のパナソニックの自社、自社,自社土地帰ってない土地。松下が持ってる土地。そこに松下神社もある。そこにしか秘密の実験は生産できない。そこで 研究したのはなんとイラン人1000人のハンドレってことやで間違えたサウザンドってことやで1000人のイラン人研究者がプラズマ兵器を完成してカドマシの松下カドマシ駅のすぐ北川の工場でうんカドマシってみんなねブラックやからあれだあ,れだあれだ知ってやるこんな情報なんかなっ <laughs> <な> <laughs> それはいいとしてえ <laughs> とか<で笑>じゃあトランプ何とぼけてんの 何がイラン包囲網や <laughs> クエンおっさんやろなじゃあイランの力借りてプラズマ兵器ゲットしよったんま、うんまにハイテク武器は日本のハイテク部品で作られてるし <laughs> でプラズマ兵器は日本のパナソニックのイラン人 研究者1000人に開発させた <laughs> 一体何のために何,の何をもってどこに戦争しようとしたのか分からんけど逆に言うトランプさんあんたあの株価存在でしょ株価。株価バカじゃなくて株価カバカっていうかその一つカバトットって漫画をその。 トランプのこと違うかなって、カバトトトは仲良し、小良し、カバトトトでカバトト、どんどんガどングラリノンのデんグラリノンのどんグラリンのデングラリノンのドンガラリノン,ノン,ノトン <laughs> っていうアニメがあって、あ悪条件解明とちゃうで、もうちゃんと歌えたから。で、その、まあ、プラズマ照射でムー大陸をね、破滅させた。なんだかってムー大陸の白人たちがね、ほんとにイージーに、 そのアトランティス乗り込んできて、アトランティスは黒人文明でしたけど、北アメリカ大陸にありました。で、白人が乗り込んできて、もう黒人たちの作った文明の力がどんどん使いやすくなってたわけだ。今も同じ状況ね。で、それをただ乗りみたいに使った。簡単に使えるのあっとい間にアトランティス乗っ取る。全て乗っ取られる寸前に、アトランティスはまた女王星を復活した。 エルメスメルじゃなくったかなまあそ、その似にたらな名前忘れちゃった。アアアトランエ,ルエルトラン、<laughs> まあい,いやうちやったすけどねピンチの時は女性復活します。フェニキアもそうでした、古代フェニキアね。なんかかわいいなんか、あの、ね、猫耳見に似た鎧で戦って。戦争はとても争いですって。だから人間の格好してはいけませんよ、皆さんって。フェニキア滅亡の日。<laughs> なんかかわいいなんか。 パンダ、パンダかそ、地下さんの、子グマの耳みたいな鎧着て、みんなのけぞって笑ってて、もう滅んでもいいよ、それ見れたらというでひいひい笑ったっていう余裕の文明人やったけどな、フェニキュアはね <laughs>。そういう変わった情報でもありました、当時はね。まあ、アトランティスの時は、最後情勢復活して、そん時焦って、もう、やっばーって、とにかくもう、もっとられたらあかんって、この文明力使ってひどいことしちやる、そういうね。それが大ウグル帝国やった。 で、アトランティスと遺品全部使った後、今度、カルディアに絡み寄って、カルディアにすがり寄ってんな、白人たちがな。その白人は白人だってけど、中国、家屋の白い波動の人たち。え、じゃ今の白人なのにって、黒人やも々な。で、ただ、白人や、あいつら白人、新白人は目大きいとかって、で、その、大陸の白人たちが必死で根血して、で、目の細い白人も目の大きい白人もいます。ね。わかりやすいでしょ じゃあ、ヨーロッパにも相当大ウイル帝国末裔がおるわけね。で、まあ、カルディアとそのモエンジョダウとカラッパとかの話はもうすでにしたから今はちょっと省くけどね、その、それはオーパーツの原子爆弾で。原子爆弾がほとんの昔に発明されてますから、何十万年前かな。第一ね、何回も言うようにね、他の惑星、点々としてるからね、私たち全員。ね、た,ただ、惑星が、ね、もう住めなくなったら移動すんのよ、太陽との関係で。 ところが、移住して、人間のまま移住して、なーって言うときにね、その、惑星の蘇生がちゃうからね、ミネラルだけじゃなくね、いろんないろんな。でしょまあまあまあ、ミネラルの違いが原因ですけどね、ミネラルバランスの違いが原因でも、人間の姿のまま行ったら、やがて滅びるやんか。だから人間の姿を維持できてる間に、そこの生物層、一から始めてね、いつも。惑星を移動するたびに、火星に移住するときもそうよ。そのままでは無理よ。 人間の姿を火星で維持できてる間に生命層を作り直すの、ね、まあおるけどねすでにさらに補充するの地球の文明を記憶でき,るできてるような状態の遺伝子やんか鍵やから遺伝子でキーワード、ね、遺伝子ってキーワードですよ、ね、それで開けんねん何をって単細胞生物をその単細胞生物を遺伝子が細胞分裂させた多細胞生物にするそういう設計図も遺伝子に入れ,入れときゃしまうやんやあれみたいなもんや USB、今やったらな。でしょ、チップやんか。ね、そ,そのパソコンとかにおける USB チップみたいなのは生命体における遺伝子ですから。で、それぞれ惑星移住したら、一から生命層を作ってんねん。単細胞生物から。作り直してんねん。作り直してんから補充してんねん。単細胞生物にね。その作業に結構時間がかかります。で、人間のまま移住した後、その人間はやがて滅びます。 もし火星に移住する場合も火星でそういう準備した後人間はもう,もう瀕死の地球に戻ってくるかもしれんね。もうこの体地球で編み出した新しい,新しいバ人,間人類の新しいバージョンから地球に返そうと戻ってくるでしょ。絶対ね。そういうふうなあの段取りになりますが。でだから結局その私たちが中東で作ったエルメス・スメルのねその文明。 っっていうのがまあ縄文文明だったんですよね何を再起動したか。それは大ウィルダイウル帝国はね、料理能力がなかった。で、滅んでん最後。で、獣化していって。みんなもう、前後深くなっとって。なんでって、オーパーツというか、残存、文明の力を使って、そういう巨大な帝国を作った帝国の末路がね、トうテムか、動物に侵されて。 またもう大陸化しちゃって。だから、ゆるい考え方やったらあかんねん。文明人に,文明人になろうと思ったら、ゆるい考え方無理よ。ゆるい考え方したかったら、今ある文明の歴全部手放さなあかんねんけど、当時それやったら、いや、手放さへん俺らはっていうグループけた。それが大ウイグル帝国やって。この景色から思考回路をなんとか封じ込めなあかんわけん。まあ、ただ、アトランティスの黒人たちは、 もう体力を一瞬で消失させてしまったことを深く悔やんだわけ人間として許されないことをしたと苦しんだで自分たちを罰するために血液型決定印象を抜いてで、まあ、動物が非常にもうその地域がね中国で言えばその風水がパワーが強いアフリカの動物層は非常に変わってた植物層もねそこに飛び込んでちょっとトーテムっいうのをちゃんと管理できなあかんと。 トーテムが管理してることなんですけどね動物霊との本当に差しの関係今まではなるべくなるべく動物類をさせるのを避けてたけどちゃんと動物と付き合おうじゃないか今度こそてでアトランティス文明人の主力はアフリカ大陸に移住した大型になってね要するに血液型でアフリカの動物植物と一生懸命付きあったで日本もそうやけどその専門の部隊がいた この動物にはこの家柄、この動物にはこの家柄、これがトーテムなんですけどね。アメリカ大陸でもやってたでしょ。で、その特化したわけ、その動物と対話する特匿名部隊、家柄を作っていったわけね。匿名部隊が家柄になっていったというあの実情もありますが、日本もそういうシステムを取ってましたよ。ねね、日本ってもね。で、そのトーテムたちはその動物特有のか顔、形に、どん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 、顔、形が、まあ、特に顔がね、形まで変わったとは言うんだけどね。 でも多少変わりますよ顔はめっちゃ変わる。そのトーテム、とても例えば、羊、え、蹄、ー、類専門の家から幼虫類って顔になるし、ね、肉食動物専門の家からは肉食動物顔になります。まあ、と例えば、サイとか、ね、ゾウとか専門の人たちは、キリンとか専門の人たちは、ねでしょ、非常に特徴的な顔になるわけ。それがアフリカでアトランティス文明人が行った。 最初は自分たちの罰として行ったけど一生懸命これをなんとかマスターしようって頑張ったわけね他の生き物がまずなぜできるのかっていうのを調べなかんとカルディアの話聞きながらやろうとねだからカルディアっていうのはまあアトランティス文明を作ったのはカルディアじゃないよあのペルシアパンギアペルシャさっきも言ったように地球に移住してきた時に最初にそのじゃあこの地球であの 新しい生物かから起こそうって話話わるでさっきの話でパンゲア・ペルシャっていうちゃんと人類がいたのその人類は去ったのまあ残った人たちは本当にそのシェルターみたいなとこにおったわけそのうう人たちは地球の蘇生じゃないからね人類でもね私たちやけどね地球の蘇生でできた私たちじゃないから地球に長いできへんけどなまあどのぐらい残ったか知らんけどねで、ね、地球で新たに生物層を作ってほんでそれが発達していったのがまあ アトランティスだったけど、まあ、ペルシャ地域にもあったわけねなんかペルシャ地域でちょっと,んとやりにくいなっていうのがちょっとあったわけでアメリカ大陸で文明を花咲かせようともちろんペルシャも花咲いてましたよそんな記憶もすっごくすっごく古い記憶であるはずだけどうちにもあるけどねでさシー部隊がカルディアやった実はでアトランティスム崩壊後はカルディアがもうだから元締めやったそれでしょ それはカジの人たち、長男って言われた人たちやんか。長男を残したからやんか。アトランティスを作るときに、フリーグとオーリングが、当時フリーグ字の名前じゃなかったけど、エルメスラスと,エとアルディオンやったかなが、アトランティスの文明を作ったときに、その、長男を残した。それがカジやんか。カルディアやんか。あともカルディア、頼みのカルディアやった。ジ事ノみってやつな。でこの で、まあ、エルメシュラスと,アル,、えー、とアルディオンが、ね、の末えたち、アトランティス文明人、ね、エルメシュールたちはアフリカに移住した。で、カルディアと通信取,って取りながら、いろいろ進めた。で、バビロニアたり。まあ、当然、交易地になる。出会いの場所ね。なんでそこを何も最初置かなかったんかって言ったら、いろんな反省があったわけ。それは何かって、あの盆地はね、要するにメソポタミア盆地はね、 木を切ってはならならい木を切っちゃってカランカランに乾いて、盆地の木切ったらカランカランに乾く、この多治見もそうや、京都奈良もそうや、メソポタミアもそうやって。まあ、この辺の話はトールキンらのグループがね、盆地には必ず森を置くようにっていう、そのスタイルを取ってるよね、そういう流儀をね。で、エルフの森と称してる。その盆地の森は絶対切ったらあかんでって。カランカランに乾くから森を切るなって。 エルフがめっちゃ森を切ると起こるのは盆地の森だけやねん実は。実はね盆地の森だけは切るなって怒るん。で結局バビロニア、まあ、メソポタミアメソポタミアっていうのはねマザーファーザーズランドって意味ですけどね結局切ってしまったのはねその交易地がすごく栄えるやんか当たり前やけどやっぱり栄えたから切っちゃったってやっちゃって。 これがバビロニアの過ちなんですけどね。で、文明がまた滅んでいったみんながっかりしたわけそこに乗り込んだのがフリッコーディン職人旅団2万年前の話ねそしてあの文明を再起動しようと料理を作るんだって火を焚いてで土器の中で料理を作れってみんな嫌がった それ嫌なんですよって。オーディンはあげました。そんなことじゃいかん何を諦めているんだと。自分を諦めているのか。そして、誰を、何を現れないようにしているのか。先祖か、子孫かって。料理をやめても君たちは。 別に生きるけど病気じゃないかって料理をしていろんなもの食べなければ病気になるじゃないかと私たちはいろんなものを食べてきたんだよってだから人類になったのにって脊椎動物で人類ほどたくさんいろんなものを食べて雑食性がやたら強いこれ復活せんとあかんからってさあ当時の人たちどんな形相やったんやろねだってその動物のこと調べてたからその動物の主食を 食べるわけで、すよねで、猿も生まれてしまった。草食に特化したアトランティス人から猿が生まれた。その猿のことをロキって言うんです。草食、菜食主義だった。草食動物を調べた結果、菜食主義の人間たちは最後、猿になった。ニオンザ猿みたいな草食性の猿ね。で、そのロキ。 賢いいようでいて騙す騙す何度かあったら草食動物のノリなんです。猿のノリはね、実はね、胸の草食動物、まあ、羊とか。で、草食動物は血液型 B。その母乳を飲んだら血液型 B になる。そう、血液型 B の人も、まあ、日本猿もね、ゴリラも草食性の強い霊長類は血液型 B ですけどね。で、結局それを当時は病気と見なしたのね。血液型 A でも O でもないから、病気だろうと。 で実際人類とかけ離れただます思考からそれは狩りの時に運動神経を用いただましじゃなくて草食動物特有の包括的なだましそれは国家という形を取った時に非常に人を苦しめるぞと今それでしょだから料理をしてたとえ草食性強くなって猿になってしまった人たちも 戻せるだろうと調理をしたら肉でも食える魚でも食えるとバレないのじゃないともう代謝できなくなってる人たちでも多少の肉なら温めて血を抜いたりいろんな方法でまた復活させていかなければいけないと私たちはもともと一つなんだしそのいろんな進化の仕方いろんな進化の方向があってしかるべきっていうのは君たちどの教科書で 習っってててそれを信仰してるんだねってじゃあ次の星に移住しなければいけなかったりしたことが起きた場合、ね、誰を残していくんだねってそこまで考えて私たちフリック・ローディンは来たと申したわけですよねで当時中東を治めてたアラム族のアルマン黒人の女王ですもちろんね それ入りましたとじゃあこの人たちにもう一度料理を教えてあげてくださいって土器さえ作り方を教えてくだされば簡単に作れるようになるでしょうからってそういったことは自信がありますと土器ってどうやって作るんですかってずいぶん前の先祖が作ってたのは知ってますけどもうすっかり忘れたらもう作りようがありませんって知ってる人に教えてもらった方が早いので。 あなた方も作るでしょうけど私たちの作り方を教えてくださいって言ったんですよ。そしてその後メソポタミア、バビロニア、ね、その中東の卵熟の素晴らしい文明が生まれたけれどその住める漬物漬物によって動物憑依を防ぐ疫病を防ぐ、ね、細菌による被害ウイルスによる被害を 最も抑制するのは他の細菌を倒し他のウイルスを食べる最強バクテリアそれを使って作った料理だスメルだくっさかった私たち縄文人が中東今のクエートの辺りスメルって呼ばれる漬物やって意味ですけどねまあ酸っぱい匂いのする女って意味でもある。 進めたことは最強バクテルの開発であったただこれはね同時に生物兵器でもあるでしょモロハのエアイバだった結局メソポタミアが非常に乾燥していったのはもちろんさっき申しましたようにもう絶対切るねって言われてたのにメソポタミアのという盆地の木を切ってカランカランに乾いたこれは発酵にはちょっと不利湿気がないと不利ってことで 何が発達したかお酒アルコールなんですよ要するに漬物の代わりになるものはないかとスメルの文明がどん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 縮小していった代わりに没効したのがお酒文明だった、ね、酸っぱいものの代わりをするこれはすごい発明だとお酒がね今イスラム教徒がお酒を非常に嫌う理由はその お酒に頼りすぎたバビロニア文明がね、バッカスの文明。バッカスっていうのはバビロニア王だった。ディオニッソスね。ディオニッソスっていうのを、まあ、オーディンの D が入ってる。で、まあソ、ソ,ソッスっていうのスじゃなくて、その、スから出てくる香りの。 その香りの,その根源のそうそう職人的な名前、ジオニソスっていうのは、発酵をさらに前進させ、るアルコール化する、醸造のことだった。パキスタンの方ではご存知の人かもしれないけど、さらに上流、もっと乾燥してたから、もっともっと上流させようぜと。上流まで進んじゃった。かなり昔に発酵から上流まで進んだ。その前にやった発酵は乾燥化していく。 のににには非常にあの不利になるでしょ。しお酒にすがったバビロニアがひどい状態になりその反省を今も中東の人たちは持ってイスラム教はお酒が駄目なんですけどしかしじゃあ中東がもう一度湿気のある場所もう恐竜たちの楽園だと恐竜が気を切るわけないですけどねその状態のような湿気のある場所 のある過去、えー、河川地域戻ったらまたお酒は大丈夫なのよなんだかってう、まあ、湿気のある環境ではねどう違うのか分からへんねんお酢とアルコールの境目がないねん日本もないねんでも度数であのどっちかなむしろ規制はあるよ酒税法ねだから乾燥地帯みたいに そのお酢とアルコールが瞬別できないのによ、日本みたいな湿気を置いた地はね。そういう文明に戻りましたら、また中東もお酢もお酒も、要するに発酵のありとあらゆるものを、ちゃんとね、使い分ける職人でないとあかんけどね。でしょうまいからこれだけ食う人またトーテムですよ。バッカスもある種のトーテムだった。ある種のね、お酒しか飲まない。 生き物ってなんか知らんけどそんなおるんかな <laughs> バクテリアやん、ね、かれまるで <laughs> バッカスとバクテリアの抗原やでおわったよろしいよう、ね、で。